重森さんのこう背景というか根本にあるのは、うん、はい、そもそも人を上とか下で見てませんって話ですね。いや、見てないです。見てない。でも、はい、上とか下って言ってましたよね今。それは社会が規定しているものですね。いやでも例えば僕東大ですけど、はい、普通に中卒の友達とかもいますし、はい、普通にそういう知り合いも大学出てない人だって別に友達、別に年収が全然違う人もいっぱいいますよ、はい、の子良いですよ普通に、はい、で出会えてないですか。重森さんが言えば出会いが不十分だとおっしゃってます。不十分だみたいな。でもなんか別に出会い、別に自分が必要、出会いたいと思えば出会えばいいし、それ思わなければ別に出会わなくていいし、さっき自分で YouTube で仲間集められるって言ってましたけど、集められると思うんですけどね、別に今の社会でも。それが難しいんです。難しいんです。重森さんは上か下かどっちの人間なんですか。はっきり言います、僕は上層です。上だった上層です。それはでもそれは上だった。学歴から見た上層ですね。